誕生日おめでとうございます。大水戸です。橋本さんが、出席されてちょうど、1年になるんですけれども、まあ言わずもがなで成長されてきたかと思うんですけれども、働いていただいた倉庫もかなり成長いたしまして、今や月賞1100万使っております。ささやかなかなり元気だったまいちゃんもかなり成長しました。はい、ということで、まあ倉庫も実は拡張して大きくなってますので、中の方軽く案内させていただきます。改めまして倉庫の入り口です。今こちらの入り口は完全に埋まってしまいまして、入れませんということで裏に回ります。実は現在倉庫の横を借り取りまして、こちらにも荷物棚を置いています。これが今日の出荷量の、3分の1ぐらいでしょうか。こちら査定待ちの荷物です。あ、新しいバイトの方です。期待のホープ、何かコメントを。期待のホープ、頑張ります。ありがとうございます。なんか怖いですねこれ。はい、今日誕生日 の, ここで基礎を築いた橋本さんという方の誕生日のムービーを撮ってます。今、組合の方にも、本を出荷していまして、こちらが今までゴミ本として捨てていた本が、なんと換金されるというような形になっています。あと今は Mac も扱っています。こちらが新しい倉庫ですね。もう3分の1ぐらい埋まってしまっているんですけれども、棚もなんと225番まで生きています。なんと暑さも寒さもしのげる査定部屋ができております。コメントここで、はい、日夜iPod Mac の査定が行われております。はい。現在梱包は2人で行っております。橋本さんがいた頃は多分棚番号2、30だったと思うんですけれども、この辺りでしょうか。まあ、相変わらずパンパンな感じです。ダーツの名残があります。右も左も本棚です。査定班です。皆さん初めてだと思います。ここでもともと働いてた方の誕生日ムービー、ちょうどもう離れて1年ぐらいになるんで代わり映えを映してます。福利厚生も充実です。新メンバー撮影中です。はい、常時4人稼働です。
後でメッセージが。はい、今メッセージお願いします。はい、はい、覚えてらっしゃいますでしょうか。ほんの1ヶ月程度だけ一緒に仕事をさせていただきましたハリカです。頑張りしてますけども、仕事を頑張っていただきたいと思います。ハリカさんが続いていただいたというのすごくあぐらかって運営していただけたら続いてまた機会があります。自虐的すぎる。一緒にお仕事できればと思ってます。その人も覚えてないんちゃうかな。いや、覚えてらっしゃいますよ。覚えてらっしゃいますかね。はい、僕のこと覚えてくれてたらすごい嬉しいです。ありがとうございました。ではこちらにお願いします。あ、こんにちは、富永と申します。橋本さん、誕生日おめでとうございます。富永です。覚えてらっしゃいますか。いや、富永さんもね、会わない間にこんなにスリムになりました。どうですか、あんま変わってないですか。いや、お久しぶりですね。どうされてますでしょうか。いや、倉庫の方はね、相変わらずみんな頑張っておりまして、従業員も橋本さんがいた時に比べれば増えて、今出荷件数なんか1日ね、今日なんか400件とかありましたよ。びっくりじゃないですか。いや、倉庫の方はこんなに成長してますけども、橋本さんはどうでしょうか。いや、聞かずもがなでしょうかね。はい、私自身も頑張りたいと思いますので、どうぞ頑張って僕に元気をください。これ橋本さんがどうしてるかみたいなの僕知れるんですよね、後で。はい、わかりました。楽しみにしてますね。じゃあおめでとうございます。製品が誕生すると言ってます。俺思うんすよ。数十年に一度人生を変える出会いがあると。ねえ、橋本。なあ、俺らの出会いって運命よな。だって俺さ、もともと友達付き合いうまかったタイプやけどさ、やっぱ橋本出会うまでどうでもいいかなと思ってしまったよね。あー、でも橋本のその人付き合いの良さとか真剣さを知って、やっぱ人っていいよなって心から思いました。まあ、だから俺藤井さんと心から仲良くなれたのかな、本気で思いますね。藤井さん、間違いない。じゃあちょっと3人の出会いを祝して乾杯しましょうか。ほら、行きます。乾杯。乾杯。